있지? 어? 짠. 세노 스타라토 네크스트 가을즈 이미오 데스 예스 이마이 데스 이시다니 세노 데스 お願いします 今回は 芸人 かっこ YouTuber お気に入り 紹介していきたいと思います イエーイ テレビと YouTube のことどっち呼びますか 皆さん YouTube です YouTube の方がよく見るかな あー今みんな YouTube ですよね はい私から 第3位 発表したいと思います 私の第3位は ギャンブルネタが面白いです。星野さんのギャンブルネタは SNS で動画投稿されてて、それを見て知りました。SNSチェックして。SNSチェックして。私の3位はかまいたちさんです。かまいたちさん、私が知ったきっかけが YouTube でたまたまおすすめ流れてきたのかな。見たら面白い。 私の第2位は3歳池崎さんです。おー、わかるかも。私は、テレビで知りました。私の2位は、チョコレートプラネットさんです。チョコレートプラネットさんを知ったきっかけっていうのが、これも YouTube で 本当にあった怖くない写真で動画があって、全然怖くないのに持ってきたアルバムがこわっとか言ってる、これやばいってやばいってとか言ったりしてる動画があるんですけど、すごい面白くて、それは好きです。続いて私は2位。2位はやっていきます。あやちゃんです。あやちゃん2位。好きなところは学校がカラフルで可愛くて好きなのと、 YouTube もやられてて、とても面白いのでおすすめです。じゃあ次は第1位を書いていきましょう。私も決まってます。私も決まってます。やっぱ見て1位は1位は決まってます。書きました。お、お、お願いします。私から発表していきます。私の第1位はクリームシチューさんです。おー、特に 好きなんですけど、ツッコミとかトーク力とか番組進行のうまさとかがすごい好きで、しゃべくり7が特に面白く毎週見てます。じゃあ私の1位は四千頭身さんです。四千頭身さんを知ったきっかけっていうのが、私が小学校の時ポケモンがすごい好きで、 ポケモン集まる家っていう番組があるんですけど、それに出てらっしゃってて、ネタをやってたんですね。それで、あ、面白いと思って、めっちゃめちゃ上手なんです、料理が。で、ギャップ萌え。ギャップ萌え。料理できる人いいよね。料理できる男性、かっこいい。じゃあ、続いて私、第1位。明石家さんまさんです。おー、もう。この方は結構昔から、 テレビで見てて好きになりました。好きなポイントは、トークが絶対途絶えないことと、どんな方に話を振っても、その笑いが途絶えないし、みんな笑えるから、とっても好きです。それでは、私たちの好きな芸人、発表し終わりました。イエイ!
チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、次の動画も見てください。